ラテン文字部分がヘルベチカ、駅名とその振りが名はシンゴヘルベチカは1957年にスイス人タイプフェイスデザイナーのマックス・ミーディンガーとエドアルト・ホフマンが発表したンセリフのローマ字書体。簡素で落ち着いた書体でありながら説得力に富む力強さが特徴で用途を選ばない幅広い汎用性がある。現在最も使用される書体の一つとなっている 出版や広告の業界では必要不可欠な書体として知られる。今日ではフォントとして誰でも手軽に利用でき、マッキントッシュではオペレーティングシステムに付属する標準フォントの一つとなり、iOS ではシステムフォントである。ヘルベチカの名称はラテン語でスイスを意味するヘルベー社の形容詞形であるヘルベチカに由来する。つまりヘルベチカとは スイスのを意味する語である。日本では原博氏の希望で1964年の東京オリンピックを機に導入され、亀倉優作の大会ポスターが初の利用事例とも言われる。誕生して60年が過ぎたヘルベチカは現代においても文化、国家の壁を越え多くのシーンで用いられている。日本においても常に日常生活に 身近なところでヘルベチカを目にすることができる。また、コーポレートタイプとしてよく用いられ、アメリカン航空や BMW、ドイツ鉄道、ルフトハンザドイツ航空、インテル、三菱電機、川崎重工業、名古屋市交通局、NTT データ、パナソニック、岩谷産業など毎挙に、糸間がない。1957年に、 ハース鋳造所の手組み用活字として発表された。当時の名称はノイエ・ハース・グロテスクというもので、これはハースの新しいグロテスクという意味であった。1960年に名称を変更し、ヘルベチカとしてステンペルから発表された。ウェイトはウルトラライトからウルトラボールドまで全31種類構成となっている。ステンペルは1983年に改訂版となる ノイエ・ヘルベチカを発表した。ウェイトは白抜きを含め、全51構成となっている。それぞれがユニバースを参考にしたナンバリングが施されている。ノイエ・ヘルベチカ55ロマンを基準に、数字の一桁目が太さ、2桁目はスタイルを表す。ヘルベチカ・ノイエと呼ばれるものは、モノタイプとアドビから販売されている。MacOS に付属しているのはこちら。現在、 ノイエヘルベチカ及びヘルベチカは合併などによりモノタイプの商品、商標となっている。2019年にモノタイプが新たなにヘルベチカナウを発表した。ヘルベチカ及びノイエヘルベチカをベースに、可読性を高めるなどして、現代的な使い方に合うようデザインを見直した。用途やサイズに合わせて、最適な字型や時間が選べるように、ミクロ、ディスプレイ、 テキストの3タイプを設定。ウェイトは、ヘアーライン、シン、エクストラライト、ライト、レギュラー、ミディアム、ボールド、エクストラボールド、ブラック、エクストラブラックの全10種類を用意し、そのうちディスプレイが10種類、テキストが8種類、ミクロが6種類。それぞれに車体を設けることで、全48種類構成とした。アクチデンツグロテスク、ホリオ、ヘルベチカと、 ユニバース55の変形者色の時代になると、その人気ゆえに多くの模倣品が作られ、細部が微妙に異なるものの、別名のヘルベチカが氾濫した。マッキントッシュではヘルベチカが OS に付属している。MacOS ではヘルベチカの家も付属している。また、マッキントッシュ用システムフォントのジェネバはヘルベチカをディスプレイで読みやすくなるよう加工した派生書体。 アザガタに独特の可愛らしさがあり、ヘルベチカ系統でも特に魅力的なフォントと言われている。アリエルはヘルベチカによく似た派生書体で Windows や MacOS に付属している。アリエルはヘルベチカとは字型が微妙に異なるが、文字幅がヘルベチカと同じになるようデザインされている。Windows でヘルベチカは、 アリエルの別名として登録されており、フォント名をヘルベチカと指定すると、アリエルで代用されるようになっている。この他、ヘルベチカの代用フォント製品として、アメリカのビットストリーム製のスイス721シリーズのフォントがあり、ポストスクリプット、トルータイプの双方でよく利用されている。ゴススクリプットには、ドイツのアーが開発したフリーのポストスクリプット、 フォントが複数含まれているが、このうち、ニンパスサンズがヘルベチカの代用となる。その他、ヘリオス、メガロン、ニュートンなどもヘルベチカクローンである。ただし、いずれも完全な互換性を持つものではない。ありがとうございます。